ナー第13回紫外線に当たらない、その4 SPF と MED1。 こんにちは、インストラクターの新田悦子です。今日もよろしくお願いいたします。 SPF と MED、 紫外線が怖いことについては昨日まででたっぷりお伝えいたしました。ですので今日からはその紫外線を防ぐ方法にスポットを当てて解説していきます。まず日本人の肌質というところから見ていきましょう。実は皮膚科学的には人間の肌をスキンタイプ、肌色と人種に分けて考えます。そこで6種類に分けますが、スキンタイプ1や2というのは白人種、スキンタイプ5や6が黒人種で、中間のスキンタイプ3と4が日本人の入る黄色人種です。この6種類のスキンタイプに学問上分けられます。そして MED という聞き慣れない単語があります。これは紫外線に当たってどれぐらいの時間で赤くなるかを示します。スキンタイプ3とか4の日本人の場合、白い方で約20分、黒っぽい方で約30分で日に焼けてほんのりと赤くなります。この時間を MED 最小光反量と呼び、日焼け止め指数を測る単位となっています。この単位を使って日焼け止めでよく使われる SPF という単位が計算されるのです。 SPF、 まず SPF とはUVB を防ぐ数値です。日焼け止めなし MED が20分の肌の方、要するにスキンタイプ3から4の日本人の方が日焼け止めを塗ると120分経ってようやくほんのりと赤くなった。言い換えると120分は日焼けを防いでいたということは、この分数を解きますとSPF 6の日焼け止めだったということです。この計算式からクイズを出します。日中8時間日焼け止め効果を持続させるにはどの程度の日焼け止めが必要かといいますと、日本人ですので分母の MED は20です。分子に8時間 ×60 分で日焼け止めあり、 MED は480です。分子を整えると SPF は24になります。 SPF24 の日焼け止めで日中8時間紫外線は十分防げたということになります。もう一問クイズです。 SPF50 という日焼け止め、夏になるとたまに見かけますよね。これはどのくらい長い時間日焼け止め効果があるか見ていきましょう。簡単ですね。 50×20 で1000、1000分の日焼け止め効果があります。時間に直すと16時間と40分。申し訳ないですが、日本ではこんなに長い日照時間はありえません。こんな数値の日焼け止めは皆さん絶対買ってはいけませんよ。日焼け止めでお肌がかぶれる方大変多いです。これは SPF の数値が高いほど危険性は高まります。明日もこのテーマです。深くて大事なテーマです。お楽しみに。